さあ両チームの選手たちがこの茨城県立鹿島サッカースタジアムのピッチに登場してきました。6シーズンぶりのリーグタイトルへという鹿島。走り込んできた田代、まあ、ヘディング、それからフィジカルも強いですし、ちょっとね、あの関川がこうついてたんですけど、ニアのところで一瞬の隙をこうついて逆サイドにうまく合わせましたね。まあ、全体がニアのところで動いてくれたんでスペースができましたから、はい、そこタイミングよく走り込めましたね。藤田、顔を出してきた小泉です。小泉が運んでいく、小泉まだ行く、まだ持っていく、エリアの中入っていく、小泉持っていって中へのボール、ザ・宮城押し込んだ、2点目入りました。宮城一度はコンスッテに阻まれましたが押し込みました。宮城ですことができなくなりましたね、ここね。まあ、ジェイゴが中入ってスペースを空けてドリブルでどん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 深い位置まで行きましたから、はい、関川もさすがにあの 宮城を見るんじゃなくてボールに釣り出されて、まあ、見事な崩しですね。ここはもう岩崎行きます。安西のヘッド、ここでファン速攻から宮代ワンタッチで中に持っていく、そして菊池から井野は走っている、そしてここに岩崎だ、こぼれ球、井野のシュート、ゴールだ。そして小泉が入っています。そしてこの位置は小泉でした。小泉のボール振る、まあ、早いですし、はい、まあ、なんといっても小泉ですよね。このボックスの中まで入っていってインステップで左足角を狙っていると、この縦に矢印入れてた後のこのセカンドボールということを今日の狙いのポイントで川井監督も言ってた、ここで決めましたね。はい、ような鈴木今がシュートを打ったような相手の体の向きは矢印を後ろに向けるようなね、はい、ああいった展開をどんどん作り出してますね。さあ、リバプチカからここは泉から中こぼれて樋口、1点返しました鹿島、反撃の戻しです。まあ、この前向いた時っていうのはボール奪ってからこう非常にこう速いですから、またサイドのところもこう泉もワンタッチでこう入れたところもマイナス気味にこう正確でしたし、はい、なんて言ってもね、この樋口のサイドのフィニッシュの逆サイド切られてる。鈴木優真へ、三沢から樋口へのボールになる、樋口ワンタッチでヘッド入れて鈴木は切り返した、そしてマイナスのボール、上田綺世、鈴木優真から上田綺世、さあこれで1点差 0-3 から 2-3 です。詰め寄っていきます鹿島アントラーズ。鈴木優真が進入できたところと、あとこのピタッと足元入れたコントロール、はい、あと相手をいなすところ、うん、まあ、岩崎とすると鈴木優真打つんじゃないかと思って滑ったと思うんですよね、はい、ここでそこでしっかり自分が無理しないで一番ファンソッコ右左ジエゴ左ウィングバックというところでこの岩崎右にはいいのです。さあ泉からのボールが入ってきた、ファーサイド飛び込んでいった、そして回帰、うん、これナイスセーブ、バックエリグです。コーナーただ押せ押せの鹿島です。泉のクロスファーサイド、あ、上田綺世の頭の上越していきました。ここは樋口が追いつく、サポートにファーラーのファーラーノに渡す、ファーラーノ浮かしていく、そして鈴木馬から中へ押し込んだ、飛び込んでいった土井翔馬だ、 0-3 から 3-3、 アディショナルタイム追いつきました。さらにまだ時間があります。上田綺世とちょっと被ったんですけど、ここでしっかりこう言葉かけてると思うんですね、はい、でなんて言っても折り返した瞬間にはスペースにこう入ってこいっていうボールだったんで飛び込んで入ってきた、はい、もう土井翔馬の気持ちのゴールですね。樋口からファーサイド、ここはブエノが折り返す、まだある、ミサオ、そして海輝中に入れていく、最後は止めろ、 0-3 から4-3、大逆転劇、途中出場止めろ。コーマがいたんですけど、もうキーパーとは関係ないところだと思いますんで、おそらく間違いなくオフサイドはないですと思いますし、はい、染めのは
これもう本当スペースのところでこれフリックしてよく触りましたね。コーナーキック、藤田から、これでヘディング、押し込んだ田代だ。ゴールへ直接向かっていった藤田のキック、キーパー止めたところ、田代押し込んで中に完全に、そうですね、もう合わせられるということで、ニアのところちょっと見えなかったんじゃないですかね。そこを逃さず、これちゃんとこれ藤田狙ってますから、はい、鹿島はあの勢いで 0-3 から 4-3 もあのまま勝利かというところでしたが、松村さん、ラストプレー、トス、コーナーキックものにしましたね。そうですね。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification